楓。この人なんかよく当たる気がする。知ってる。なんか負けそうだった人じゃなかった？100連勝の時。ビッパーですね。はい、つかめるんですな。消火栓の上でつかんで、なんか水流上投げ食う上で死ぬことあるけど、それやってみたいな。あベル閉まっちゃう。ちょっと狙ったことはちょっとできるかやってみる配信。ウェイこれ地味にね、覚えとくと便利です。これもおすすめ。意外とこういうドンキーとかだち身長が高いキャラには全然できますね。おすすめです。あれ古来から強いんで。ああ復帰がないよドンキーくん。あーある。ピャヒーン。あぶらはい、横強上シフトちょっと上手くなかったですか有言実行マンやるわけよ。オフでやっぱ人気なルールがおまごとかあるじゃん、おかわり杯あれね。俺オフ行ってないからできないからね、ちょっとねハンデを背負ってるね。他の上位勢と違って、ルカリオだから使えないって。どうしてそんなに勝てるんですか。うん、勝ってるところを見てるだけじゃない負けるよ俺普通に。お任せたみたいな、出るんじゃなくて普通に練習が足りてないって話。ドーン最強キャラドンキで耐えられした。楓さんよくなんかビップやってますよね。あざっす。タイアリー美味しい。キンクルウエスマ見て見たことない。俺も決めたことないな。キンクルウエスマ見てよ。決めるまで終われない配信やる。やんないわ。ちょっと無理だわ決め方わかんないよ。ジャンプ上がりクーゲルがね、キンク強すぎるんだよね。これあばばばば集計オフ大会ないっすよ。オフもないね。ウエスはそう見てある。倒れるときにピューンっていう。結構落ちたはず。ギャルボスランダムなの。ギャルボスの1回転した後なんかどこ行くかはランダム。あれランス。アップで来るまで終われないやつ。キンクルのねアップでちょっと俺正直楽しみにしてる。前のアップでさ、クーエヌがさめっちゃさ後付けなくなって使いやすくなってからさ、そういうの期待してます。上スマもっと飛んでほしい。ランスです。ギャルボスの起動はバーン。ヨネッツ
いんじゃないですか。最近なんか戦場増えてきてない？戦場を選ぶやつ。格闘見るとそんな戦場有利な感じしないけどな。手元？手元？手元か。なんか手元も映すさ、ツールあるじゃん、なんか。あれ、あれ、導入したいなって思ってるけど、してない。なんか YB さんとかがさ、使ってるやつ。いいなって思いながら、思ってるだけ。行くぜ。ドゥ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 。今ね、鉄球回さってすごい方向に飛ばなかったか。コントローラーのそうボタンが映ってるやつ、あれあれあれ。日本だと手に入らないけど、一応郵送で送ってもらえるらしいよ、あれ。調べたけど。ベルベルベル。高いけどね。背景が動く画面の時めっちゃやりにくくないですか。みんな思ってるだろうな。やりにくいよ。ふわずらしのあれ見たかった。えぐいことなってんだろうな、スティック。あ、メロンなんだけど。あ、スローモーション。ウィッチタイムかかってる。ビヨネットだから。そっち。ナイロのやつ。ナイロもやってんだ。あれ、あれいいよね。なんかちょっと下行くなって思ったんだよ。あばばばば。みえんみえんのミスは9フレームらしいですね。さっき言ったかな。やばいよね、あれ。ウエスマキャラかもしれん、フォックスに次ぐ。フォックスさ、一応、莫大な後隙あるけどさ、それでもさ、ウエスマ強いからさ、嫌だよね。同じようなウエスマ出されんの。これちょっと萎えるよね。当たった方が悪くない？当てる方を褒めるべきじゃない。当てた方か。で、これちょっとラグはちょっと萎えるけどね。俺関係ないやんっていう。機動力ね、ちょっとまあ結局そこなんだけど、機動力、そんな機動力ゲーだからさ。ちょ、相手めっちゃひよってるじゃん。ベル、こういうひよりはある。カルト得意だよ。ねっ、ね、倒したよ。